こんにちは、カルです。今回はフォルダにある複数のファイル名を一括変換する方法を演習していきます。実務においては特定のフォルダに同じような名前でたくさんのファイルを格納しておくことがよくありますよね。ここで例えば2023年の部分をすべて2024年に変更したり、拡張子を .xlsx から .xlsm マクロ有効ブックに変えたり、ファイル名の先頭または末尾に社外秘をつけたりと、ファイル名をまとめて変更したいとなった時に一つ一つ手直しするのは相当時間がかかってしまいます。そこで今回はファイル名の共通部分を素早く変更するテクニックをご紹介します。Excel のブックに限らず、Windows の Explorer に保存される様々な形式のファイルに応用できますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、ビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的なサンプルを用いて演習しています。有益なスキル講座を見逃したくないという方は、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。動画の内容を文字と図解で解説したノートにもお付き合いいただけたら嬉しいです。また書籍 Excel 超時短メソッドを日経 BP さんより出版しています。 Excel の操作をとにかく高速化したい方は概要欄のリンクからお求めください。それではやっていきましょう。手始めに2023の部分を2024に変換します。まずアドレスバーをクリックします。このアドレスバーはキーボードの Alt D でもアクティブにできます。続いてこちらに半角英字で CMD と入力して、この状態で Enter を押します。すると真っ黒な画面が開きました。これはコマンドプロンプトといって、パソコンで実行したい操作を命令文を入力することで処理できるシステムツールです。ここに特定の構文を打ち込んでファイル名を一括変換する指示を出していきます。すでにカーソルがあるところに半角英字で次のように入力します。REN スペース2023アスタリスクスペース2024アスタリスクです。入力が完了したら Enter で実行します。すると、すべてのファイル名が2024年に変更されました。この REN、REN は、その後に続く文字列を、さらにその後に続く文字列に変換するという役割を持っています。そして、2023、2024の後ろについているアスタリスクは、Excel でもよく使うワイルドカードです。アスタリスクは文字数上限のない文字列を表しますので、ここではファイル名の先頭にある2023を変わらず先頭部分で2024にするということを意味します。同じ要領で今度は拡張子を .xlsm マクロ有効ブック形式に変更します。勘のいい方はなんとなく気づかれたかもしれませんが、len を使うことは変わらず、今回は末尾の文字列を変更しますので、アスタリスクが先に来て .xlsx スペースアスタリスク .xlsm です。 enter で実行します。マクロ有効ブックに一括変換されました。非常に便利ですよね。最後に全てのファイル名に社外秘の文字を追加してみます。今回は先頭につけるパターンをご紹介しますが、末尾につける方法も他の構文とまとめて概要欄に載せておきます。よければチェックしてみてください。先頭に特定の文字列を新たに追加する場合はこのように入力します。ファイル名が見やすいように社外秘の後にアンダーバーもつけておきます。なんだか難しくなってきましたが、まずは同じように打ち込んでみてください。 Enter で実行すると、すべてのファイル名の先頭に社外秘アンダーバーが付加されます。構文の中身を解説しておくと、for は同じ処理を繰り返し実行する際に使われるコード。%a はファイル名を表しており、in カッコアスタリスクがすべてのファイルを対象にするという意味。そして len 以降が先ほど整理や拡張子を変換した時と同じ役割で、特定の文字列、今回の場合は社外秘アンダーバーを追加したファイル名に変換するよう指示を出しています。こちらも大変有効ですよね。すべての処理が完了したら、右上の×印でコマンドプロンプトを閉じます。以上のように、今回はフォルダにある複数のファイル名を一括変換する方法をご紹介しました。特に Excel は月別や担当者別、拠点別、商品カテゴリ別にブックを分けて管理する機会が非常に多くありますので、積極的に実践していきましょう。また、フォルダの中のキー操作テクニックを解説した講座をこの後につなげておきますので、そちらもぜひご視聴ください。それでは早速テンポよく一気にやっていきましょう。まずは新規のエクスプローラーを開きます。エクスプローラーはキーボードの Windows キーとアルファベットの E を同時に押して表示することができます。もし新しいエクスプローラーを開いて1からフォルダを選択していくのではなく、よく使う場所としてデスクトップ上に配置しているショートカットフォルダからアクセスする場合は、一度 Windows D でデスクトップをアクティブにしたら、カーソルキーで対象のフォルダを選択していきます。また指定のフォルダを選択したら Enter キーで開きます。
そして表示されたエクスプローラーのウィンドウは Windows キーと上カーソルキーで最大化することができます。フォルダの中の基本操作に入る前にあらかじめエクスプローラーのレイアウトを調整しておきましょう。大きく2つご紹介します。まずはコントロールキーと F1 キーを同時に押してみましょう。これによってエクスプローラーのリボンが隠れます。この状態でもう一度コントロール F1 を押せばリボンが再表示されます。続けてコントロールキーとシフトキーと数字の1を押しましょう。するとフォルダーのアイコンが大きくなりました。今実行したコントロールシフト1に続いてコントロールシフト2、コントロールシフト3と押していくと1から8の数字の中でエクスプローラーの表示レイアウトが変わっていきます。リボンを表示タブに切り替えてコントロールシフト1、2、3、4と押していけばどの数字を押すことによってどのレイアウトになるのか、レイアウトグループを見ると分かりやすいかと思います。今回はコントロールシフト6で設定される詳細のレイアウトで進めていきます。それではエクスプローラーの中の基本操作に移っていきます。エクスプローラー内はタブキーでアクティブカーソルを移動することができます。またここにシフトキーを加えるとアクティブカーソルが反対方向に進んでいきます。基本的には左側のナビゲーションウィンドウと右側のフォルダーウィンドウ間の移動の際にタブ、シフト、タブと切り替えていくユースケースが大半かと思います。それではタブキーを押してここからフォルダーウィンドウのキー操作に移ります。表示レイアウトを詳細で設定している場合は各項目が縦方向に並んでいますので上下のカーソルキーで移動することができます。レイアウトがアイコンや一覧となっている場合は左右のカーソルキーでも操作することができます。それではレイアウトを詳細に戻してドキュメントフォルダをエンターキーで開きます。ドキュメントフォルダの中も基本的には上下のカーソルキーで移動することができます。ただフォルダの数が20個、30個と存在している場合はデフォルトでアクティブになっている一番上のフォルダから下の方にあるフォルダまで延々と下カーソルキーを押していくのも結構手間ですよね。そんな時はエンドキーを押すことで一番最後のフォルダにジャンプすることができます。対してホームキーを押せば一番最初、先頭のフォルダまで一気に戻れます。なおお使いのパソコンによってはホームキーとエンドキーが左右のカーソルキーを兼ねている場合がありますので、ホームとエンドでうまくジャンプできないときはファンクションキーの同乗しも試してみてください。さらにフォルダ名の1文字目をインプットすることで指定のフォルダを一瞬で選択できます。例えば半角英字モードで3を押せば3市場データ、6を押せば6スケジュール、8を押せば8費用処理と入力した文字が1文字目に来るフォルダをサクッと選択することができます。またかな入力モードでギクアクとインプットすればフォルダ名の先頭が漢字やひらがなの場合でも同様にジャンプできます。開きたいフォルダ名は分かっているのにカーソルキーで移動するのが億劫になるくらい大量のフォルダが存在しているシーンで大変有効ですよね。対象のフォルダを選択したらエンターキーで開きます。それでは続いてここでオルトキーと左カーソルキーを何回か押していきます。するとオルトキーを押しながら左カーソルキーを押した数だけ一つ前に表示していたフォルダに戻ることができます。対してオルトキーと右カーソルキーを押していくと一つ後に表示していたフォルダに進むことができます。それでは続けてオルトキーと上カーソルキーを押します。これは一つ上のフォルダ階層に移るキー操作です。先ほどのオルト左カーソルとオルト右カーソルはフォルダの表示履歴をたどるショートカットキーでしたが、このオルト上カーソルはフォルダの階層をたどっていきます。ちなみに下の階層に行くのはオルト下カーソルではなく引き続きエンターキーで OK です。このようなイメージですね。次に指定のフォルダが表示されている状態でコントロール N を押すと同じ階層のフォルダが新規で開かれます。元のフォルダに保存されているファイルを使って作業を続けながら新しく開いた同階層のフォルダからさらに先にあるブックの内容も閲覧したいとなった時に役に立つ操作です。なおアクティブになっているフォルダウィンドウは Windows キーと下カーソルキーで最小化することができますし、 Alt タブを押せば作業ウィンドウを切り替えることもできます。そしてコントロールキーとアルファベットの W を押せばアクティブなフォルダウィンドウが閉じられます。それでは次に今開いているフォルダの中に新しいフォルダを作成していきます。新規フォルダを作成する際はコントロールキーとシフトキーとアルファベットの N を同時に押します。すると新規フォルダが生成されます。フォルダ名はサンプルとしておいてエンターキーで実行します。続いてフォルダ内のファイルをコピーしていきます。対象のファイルを選択したらコントロール C でコピーしてそのままコントロール V で貼り付けます。次に複製したファイルを選択した状態で F2 キーを押します。するとファイル名が編集できるようになりますので、こちらもサンプルとしておきます。エンターで実行しましょう。続いて今度はファイルの移動です。今複製したファイルをコントロール X で切り取って移動先のサンプルフォルダをエンターキーで開きます。そしてコントロール V で貼り付けます。サンプルファイルがサンプルフォルダに配置されました。フォルダの階層を一つ上に戻すとさっきまであったサンプルファイルがなくなっていることがわかります。それでは続いてファイルの複数選択です。別のフォルダに移動していくつかのブックが保存されているシーンを例に見ていきましょう。カーソルキー操作による移動にシフトキーを加えると複数のファイルをまとめて選択することができます。またコントロールキーと A を押せば全てのファイルを選択できます。
そしてこの状態で F2 キーを押して共通のテキストだけを残してここで Enter キーを押せば選択していたファイルのファイル名を一気に統一化することができます。ファイル名を一括整理するテクニックをご案内した講座では Alt+P で呼び出せるプレビューウィンドウでファイル内のデータを閲覧しながらファイル名に店舗の名前を加えていくという演習をやりましたよね。このプレビューウィンドウはファイルをいちいち開かなくてもワークシート内の情報を閲覧したり別のシートに切り替えることもできますので、たくさんのファイルのファイル名を変更したり情報の種類に合わせて保存先を整理するときに活用していきましょう。最後にもう一度 Alt+P を押せばプレビューウィンドウが閉じられます。続けてファイルの削除をやっていきます。対象のファイルを選択した状態で Delete キーもしくは Ctrl+D を押します。これによって不要なファイルをゴミ箱に移すことができます。 Delete キーか Ctrl+D です。もし誤って削除してしまった場合は Ctrl+Z で元に戻すことができます。ちなみに Ctrl+Z に対して Ctrl+Y を押すと直前の動作が改めて実行されます。さらに Delete ではなく完全にファイルを削除するには Shift キーを押しながら Delete キーを押します。するとこんなポップアップが出てきますので、はいを実行すればゴミ箱を経由せずに完全に削除されます。 Shift Delete で消したファイルは Ctrl+Z でも復元することはできませんので細心の注意を払いましょう。それでは続いてフォルダやファイルの検索です。 Ctrl+E もしくは F3 キーを押すとフォルダやファイルを検索することができます。検索が完了したらエスケープキーで離れます。続けてアドレスバーの選択です。 Alt+D を押すとフォルダーのアドレスが選択されます。このアドレスを後ろから削除していくと階層ごとのフォルダがアドレスバーでも選択できるようになります。またメンバーからデータの保管場所がメールで送られてくることもよくありますよね。本来はハイパーリンクが機能してクリックするだけで保存場所にジャンプできればいいんですが、リンクがうまく貼られていないこともしばしばです。そんな時はこのアドレスをコピーして新しいエクスプローラーに Alt+D、Ctrl+V で貼り付けて Enter で実行すれば対象のファイルの保存先にジャンプすることができます。なお新しいエクスプローラーを呼び出さなくても Windows-R で立ち上がるファイル名を指定して実行に貼り付けて Enter キーを押せば指定のフォルダにより効率的にアクセスすることができます。またフォルダのアドレスに関するこの一連の動作をファイルのパスでも行うことができます。対象のファイルを選択して Shift+F10 を押して A でアクセスできるパスのコピーを実行します。さっきのようにリンクが機能していなくても Windows-R で呼び出せるこの画面に貼り付けて Enter で実行すればお目当てのファイルをサクッと開くことができます。ちなみに Microsoft のクラウドツール OneDrive を有効にしているとパスのコピーと同じアクセスキーが裁判されている項目があります。そんな時は A を2回押してパスのコピーにアクセスしましょう。それではこの流れで一番下のプロパティに R を押してアクセスしていきますが、このプロパティは対象のフォルダやファイルが選択されている状態で Alt+Enter を押すことでも開くことができます。参考までに覚えておきましょう。それでは最後にショートカットフォルダー、ショートカットファイルの作成です。 Shift+F10 で再度このメニューを開いたら S を押してアクセスします。ただ今回も OneDrive の共有に同じく S が割り振られていますので S を2回押してショートカットの作成をアクティブにして実行します。こうすることで指定のフォルダやファイルのショートカットを生成できます。また対象のファイルを選択して Alt キーを押しながら左クリックで掴んで何もないところにドロップすると同じくショートカットを作成することができます。やりやすい方を使っていきましょう。以上のように今回は Windows パソコンのフォルダ操作で役に立つ便利なショートカットキーをご紹介しました。本日ご案内したキー操作を1日に1個もしくは1週間に1個くらいのペースで段階的に試していけば日々の作業効率が格段に上がっていきますので、皆さんが使えそうだなと思われたものから実践していきましょう。そして今回の動画が少しでも役に立ったなという方は高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。本日の講座は以上です。